こんにちは、デリッシュキッチンです。半熟卵の卵サラダトーストを作ります。鍋にたっぷりとお湯を沸かし、卵4個をお玉でそっと入れます。2個は6分から7分茹でて取り出し、残りの2個は10分茹でて取り出します。それぞれ冷水にさらして殻を剥きましょう。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。水に10分ほどさらして水気を絞りましょう。ボウルに固ゆで卵を入れ、フォークで潰します。玉ねぎと塩小さじ3分の1、マヨネーズ大さじ2、胡椒少々を加えて混ぜ合わせます。ボウルにマヨネーズ大さじ2、牛乳大さじ1と2分の1、粉チーズ大さじ2分の1、塩コショウ少々を入れて混ぜ、ソースを作ります。食パン6枚切り2枚を用意し、トースターで焼き色がつくまで焼きます。卵サラダと半熟ゆで卵をのせ、ソースをかけ、パセリを散らしたら完成です。ぜひお試しください。